ロイヤル所属の従順洋艦チェシャー。旦那様と出会うまでは想像でしか存在しなかったよ。つまり体も心も旦那様のものなの。キャー、ふにゃー、めっちゃよく寝たにゃ。チェシャーを起こした人？旦那様決定。なぜかって旦那様に惚れたからに決まってるじゃにゃい。だんなさまー、むぎゅー、すりすりさわさわくんくん。うん、やりすぎって？もう旦那様だからやりたいもん。旦那様に惚れた理由はね、動物って初めて見た人を恋人、うん、じゃなくて親だったね。いや、旦那様のことは関係ないよ。好きなものは好きで、旦那様は旦那様でしょうがないにゃ。旦那様、ロイヤルの子たちで面白い話にゃい？他の陣営の子でもいいよ、教えて。チェシャーは猫じゃないよ。猫のように可愛いけど猫じゃないからね。ご主人様、紅茶でもいかがですか？メイド隊の子たちを真似たよ。どうかにゃ旦那様。あはん、どうしたの旦那様。ほらほら、もう顔に出てるよ。もう突然のおさわりは禁止。チェシャーに一言言ってくれればいいのに。にゃんにゃんのお耳アクセサリー、旦那様もつけてつけて。ちょっとだけチェシャーに見せるだけでいいってば。旦那様とチェシャーにできないことはにゃいよ。任務完了。ちょっと旦那様とチェシャーには簡単すぎじゃにゃいの。メールだよ。内容気になる。チェシャーも見てていい？旦那様おかえり。怪我してない？強い敵に会ってない？他の子に急に惚れたりしてない？うんうんうん、ならいいよ。委託組が戻ってきたよ。一緒に出迎えよ旦那様。慰問費も持って。旦那様サンキュー。今日のメインディッシュは魚雷か、それとも砲弾かにゃ。勝った、旦那様勝った、にゃー。気づかれてないうちに逃げよ。よよ、愛の一撃だ。開いた。旦那様のために負けにゃいよ。うん、初めて惚れた人はこんな人だったの。旦那様どこ行ったの？楽しいことはチェシャーを呼ばなかったら、もしかしなくてもちょーっとプンプンしちゃうよ。聞いてよ旦那様、獣王の子たちと遊んだ時に本物の耳に触ったよ。ほんものだー。旦那様羨ましい。ん、とっくに触った。うん、チェシャーにちょっと合わせてくれたっていいじゃん。チェシャーの愛情アピール、旦那様に飽きられる可能性がワンチャンあり。では飽きられないようにもっとがっつり旦那様にアタックするしかにゃい。旦那様、抱っこさせて。チェシャーは旦那様がいなかったらこの美しい世界に具現化されなかったし、可愛いみんなとも出会えなかったし、何より旦那様と恋することもできなかったもん。もう旦那様、す
スリ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 、大好き大好き。旦那様がチェシャーを大事にするって言ってくれたから、チェシャーも旦那様のことが大好きって100回ぐらい言わないとダメだよね。じゃあ始める。言い終わるまで絶対どこにも行かにおいでね。はーい、旦那様大好き。やりすぎると惹かれちゃうよ。わーい、触っていい？わーい、チェシャーの勝ち。チェシャーにもっといろいろ教えて。わーい、パーティーだー。アズールレーン。もう旦那様、チェシャー相手になんてことするの？またまた。わーい、旦那様はどうしてチェシャーがこれを欲しいとわかったの？